で、誕生日がね、3月の6日なんだよ。でね、猫、まあ、3個だし、猫も、2個で3個なの。で、そうですよね。そう思って、まあ、このワンちゃん、お誕生日同じだなって思ってたら、1日、猫が年上だったっていうところだよね。はい。ちゃんなんですよ。ちょっとマイペースだったから、3月後に生まれる予定だったんですけど、本当に。産後、だから産後っていう名付けになってたんですけど、生まれなかったっていう、結構そういうことがあったりして、この感じになってますね。なんか猫も、まあ、失礼ながら、ウィキペディアを見させてもらったんですけど、そしたら、なんか、3月5日に生まれる予定だったんだけど、6日に生まれたって書いてあって、ちょっと笑いましたね、みよこ。まあ、でも誕生日近いってことやね、もう。嬉しいですよね。ねえ。で、年齢が、なんと衝撃の12歳っていうね。はい、衝撃ですか？うん、ちょっと衝撃だね。もう猫18.5歳なんですけど、もう明らかに年上っていう感じですよね、猫的に、猫は。まあそうですね。まあ、今日はまやかしてもらおうかな、みたいなね。全然いいよ、猫は。年下の子可愛がるの得意だから。そうなんだ。じゃあもうちょっとそれに期待しちゃおうかな。血液型が、まあこれは、謎って。わかりません、まだ。まだ、ってません。12歳だから、ね、まあ、当たり前か。うん、知らないですよ。なんか、どっかの機会で知ることになるといいなと思ってます。でも、猫も、今まで、なんかね、その猫も結構、中学3年生とか2年生ぐらいに本当の自分の血液型知ったんだよ。それ、本当の、それまで偽物のを知ってたってことですか？あ、そうそう、お母さんが、A 型だよって、あんた A 型だよって言われてたの、ずっと。で、まあ、その根拠は多分、自分が A 型だからと思ってた、だと思うんだけど、うちのお母さんも。でも、なんか、病院に行って、血液のやつやったら、はい、A 型じゃなくて O 型ですよ、みたいな感じに言われて、なんでこうやって O 型だったのっていう。衝撃の事実を知ったことがあるね。まあまあ、まあ、この、今後を知るのがな。まあそういう時にね。これだとちょっとまだ、小学生って感じなんだけど。中学生ですよ。小学生って今言いました。ちっちゃいなって、あ、ごめん、そう言ってないよ。中学生です。ね、なんか、でも、こうやってやってるとなんか小学生っていうか、幼稚園、幼稚園生みたいな。でもご知ってるもん。みこち先輩がリスナーさんから赤ちゃんとか言われてんの知ってるもん。ダメだよ。重い。そんなこと。そんなこと覚えたらいけないよ、子供の頃から。どんって聞こえた。あんまりダメだよ。だってリスナーさんが言ってたのも。リスナーさんの言葉、いいんだよ。みこのことは信じて。分かった。そうですよね。リスナーさんは顔見えないけど、めこち先輩は顔見えておしゃべりできる。そうだよね。よし、よかった。分かってくれて。よかった。よかった。